洗いでちょこっとなんかにつけて食いたいな。ここ野菜か、うん、少しだけ大丈夫、うん、大丈夫違う、大丈夫、大丈夫ちょっとだけ、少しだけちょっとだけ辛い、うん、この上ちょっとそこちょっと、うん、いやこれ、これじゃ少ねえな。いや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 、お父さん辛いよ。どれどれどれ大丈夫かな。nyoba sambal ini bikin yang lain saya aja enggak bisa makan。大丈夫かな。いくら、うん、あのインドネシアでもこんな刺激のもんはダメよ。辛いの食べなかったらちょっと寂しい。寂しくなる。うんと、うん、分かりにくいで、あのこれあの大根なら大根つまみも、うんうん、こっちのやつで食ったところでこれやっちゃうか、うんうん、日本は。Ya, se no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. はい、タムでござす。ユニトモ。はい、あゆだよ。アミ。てよ。Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan kakek Yayu ya, Ojichang ya. Kyo Ojichang kan ya, wazo-wazo ya. Kie ni, kite kereta. De, hari ini kita mau makan ini, makan versi Jepang. Menunya ada sashimi, terus ada miso shiru, ada yakizakana sake, sama skimono ya, sama ada terong yang versi Jepang ya, ini dibakar dikasih soyu sama katsuobushi. Dan ini menu Indonesia nya ada Indonesia no menu nani? Nama, itu, これは sayur. 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 Jadi, itu, これが nasu terong. 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 Jadi ikan baka. Ikan baka ある。で。キュウリ、キュウリ、卵、卵、トロ、あれ、あれトロじゃないよな、卵、ルール、ルール、うん、多少言えるようになったね。あ、そうそう、多少ちょっとね、多少言えるようになった。でもね、ダメよ、言ってたらぐちゃぐちゃよ。いや、早めに、いや、そりゃそうだけどな。うん。まあでも、ちょっとしたもんで、ちょっと言えるだけ言えないじゃん。そんな覚える気もない。まあね。Hari ini kan kita makan versi Jepang, saya sama kakek makan versi Jepang dan Ayu sama mamanya versi Indonesia gitu. Jadi ini kakeknya belum tahu loh kalau Ayu sama mamanya mau makan pakai tangan gitu ya. Jadi kita lihat reaksinya juga adik gimana lihat anaknya sama Ayu makan pakai tangan. Tadi aja ini kan pas kita taruh menunya turunin dari meja ke bawah, kaget kakek, ih kok diturunin ya, memang gini kalau di Indonesia, kaget dia gitu. Begitulah. Beda budaya gitu ya, beda budaya. Tapi ini sama negara, beda cara makan gitu ya. Ya, kakek orang Jepang juga anaknya orang Jepang, tapi kan beda makannya sudah tercampur Indonesia lah gitu ya. Jah, sore dewa imakara gohang taberu. Putsuni taberu. Putsuni taberu atau ma, ma kaiwashi nagara ne, nombiri to. どうだった、お父さん、この料理見て、まさちゃんの料理、手作り。まあ、あれだね、あの、料理もあれだな、やっぱりまさ子も上手に作るようになったな、あっちの料理と日本料理とな、両方、どっちともが上手に作るようになったわ。お父さん、あれじゃない、何年ぶりだよね、私の手料理。そう、何年ぶりだよ、まあ、ね。うんやって、うん、私はこの中に一番好きな料理は何？煮物？まあ日本料理のやつは大概みんな好き、いいね、みんな食べれる、食べれる、うん、そうだな、みんな好きも嫌いもない、ないね、うん、いや、いや、うん、食べよ、それではいただきます、いただきます、Bismillahirrahmanirrahim。日本だといただきます。インドネシア、イスラムではビスミラーラフマニラリ。これはお父さんのお茶。お父さん、これ水用意してる。あ、アユがいる。
これ水はどういう風でこれ手を洗うのか。あの箸じゃなくてつまんで食べるね。あ、そう。そう。つまんで。つまんで手で食べるから、うん、あの洗うわけ。そう。そうそうそう、インドネシアはみんな大体はみんな手で食べる。あ、これはトロ用じゃない？これ。でこれこっち。自分のやつなら自分で食べるやつなら別に手洗わんでもいいじゃない、うん、これはいいが作った、うん、これ自分で作ったアユ。そうでもね、自分は食べれないアユが作ったやつ。すげえ辛い、もう食べれない、レベルが違うもんな。辛いでちょこっとなんかにつけて食いたいな。ここ野菜か、うん、少しだけ大丈夫、うん、大丈夫。違う、大丈夫、ちょっとだけ、ちょっとだけ、少しだけ、ちょっとだけ辛い、うん、この上、そこ、うん、いや、これじゃ少ねえな。いや、お父さん辛いよ。どれ大丈夫かな。かけ、ニョバ、サンバルに引きのマユ、それじゃ伸びさん分かん。大丈夫かな。大丈夫かな。おお、辛いな、よう聞くな。大丈夫か、こんなの。どうぞさん、辛いよね。地が悪くなっちゃい。まあ、大丈夫か。もう慣れてる。もう慣れてる。どう？ちっちゃいから。もうちっちゃいから。辛い。最初は泣きながら食べてたもん、ね、うん。それが慣れた。うん。うん。辛いでしょ。辛いな。辛いぐらいじゃねえよ、やっぱり。そう、自分もずーっと口の中ずーっと辛いもんな。うん、そう、これ唐辛子じゃないだな。普通の唐辛子でこんな辛いになる？じゃあ今唐辛子とトマト、うん、あトマトはエビ味噌、あとエビ味噌、それミックス。そう、トマトとかホルモンは辛くならんだもんで、辛さを控えるためにトマト入れる。ああ、控えるためにか、うん、これね、お父さん甘い、甘い。ちょっとだけ、ちょっとつまんでみて。そういいよ、箸で甘、まあ、そういう、うん、大丈夫、うん、お父さん、いいよ、そのまま。違う、箸を裏にこう、まだやる。日本はこういうことやるんだろ。そうだよ、やるよ。日本人は、うんうん、だからあの人からこう、うん、何つまむにも、うん、分かりにこれであのこれあの大根なら大根つまむにも、うんうん、こっちのやつで食ったところでこれやっちゃいく、うんうん、日本これで自分のやつこうやって呼ばれる、うん、そう自分のやつだからそのまま使ってもいい、ね、自分のやつなら、うん、いくらこれでもいいわ、ね、うん、まだね、いい勉強だよ。日本は日本のまたね、まあ、やり方がまだあるわよ。それ勉強なんでね、うん、実際に勉強なんで、ね、うん、同じ箸でよそのやつまでみんな取って食っちゃうから、うんうんうん、うん、やばいな。さっきは辛かったね。これはいいよ。これトモが好き、うん、これがいいよ、うん、甘いのは、うん、いいけどこれ早起きくわ。まだかかるちひろちゃんもダメだったよ。まあだけどちひろちゃんがとでも日本人はダメだよ。ダメだよ。酒になってもちひろちゃんわからない。まあ、だけど字が悪くなっちゃうぞ。じゃあいくら、うん、あのインドネシアでも、うん、な刺激のもんはダメよ。どう？リアもすげえよ。リアも辛いのが食べる。辛いの食べなかったらちょっと寂しい。寂しくなる。うんと、うん、でもあやっぱ口の中がピリピリしとらないかのかな。刺激が欲しいね。刺激が欲しいだな。寂しい。自分も辛い好きけどそれほど辛さなんじゃない。ちょっとピリがあればいいかなっていう感じ。もうちょっと日本に慣れちゃってるもんね。じゃあ、ますか。まず味噌汁。これ上手に食べる。そう。手で。まさちゃんも手で上手に食べてる。食べる。美味しい。大好きもん、ナス。
何よりナスが好き。いや、ナスだけど辛さがよ。うん。あゆにね、あゆの口にも合ってるね。あ、合ってる、プツ、うん。その辛さはプツ、全然辛くない。だからもう慣れてる、ね。もう慣れとるな。慣れてる。あの、日本のラーメンでも、あの、辛いやつがあるじゃん、うん、唐辛子のな、うんうん、ギターのラーメンのほら、うんうん、カップヌードルみたいな、うんうん、あれ、辛くない、辛くないだろうな、辛くない、うちら食うともう辛いなと思ってよ、うんうん、夫婦言って食うけど、うんうん、あれ、あゆみしたら甘いっていうのね、あゆみだったらまあ、ほんな辛いとこ入れへんわ、すごいな、うん、すごいすごい。刺身がうまいわ。うん。あったかいご飯でうまいわ。白ご飯。白ご飯と合うよね。うん。刺身ね。うん。あれは。この辛さと、この辛さと違うで、こういうのはこういうので、辛いなと思う。うん、あー、か、辛い、うん、辛い。やっぱ違う。鼻が痛い。鼻が痛い。少しだけ、少しだけ。そう。あれだと口が痛い。やっぱりあれだと慣れとるかな、辛いやつは。わさびっぺだと。で、あの、まさこもほだもで自然と慣れちゃうわな。うん、どれだけ辛いなって言ってた、違うなってでも私は毎日食べない、毎日は食べない、そう、もうあゆだけやですね、でも最近あゆも毎日じゃないと、うん、あー辛すぎるわ、ちょっとびっくりした、うん、だからお父さん、あのちょっとでよかったんだよはい、一言でよかった、うん、マークかけたのがいいかなと思ってたけど、とてもやないわ、とてもじゃない、うん、ダメだ、うん、親ご飯がよう入るわか、うん、美味しいで、うん、ナスも甘い、うん、甘いからちょうど、うんうん、ちょうどよなった、うんうん、でもすごいね、お父さんからもらったナス、すんごいナスのね、風味が効いてた、あの、あれはまあな、風が吹いて切れただけもんで、傷だらけ、全然、全然、ほらね、皮むいてこうやってな、茹でて皮むきゃいいだ、うん、はい、これはね、焼いて皮むくもんで、じゃあ全然大丈夫、大丈夫だ、うん、あ、見てくれ悪いけんな、うん、でもだ全然、うん、まあ、味はまあナスのは変わらへん、そうそう、うん、あゆのさ、喜んで食べる、うん、そんなもうこんだけねもらってもね、あっという間だよね、あ、多分2回で、2回で食べちゃうけど、あの、いっぱいもらってるのに2回で食べちゃう、うん、そう、そうそうそう、卵、卵、うん、さ、うん、お母さん、煮物を私の作ったの食べてみて、この煮物、あ、煮物な、うん、煮物は俺好きだよ、うん、うん、じゃあ、あの、私の味付けよ、うん、味付け、どんな味付けだか、うん、そうそう、だからどれ、まあ、煮とるな、煮とる、うん、甘辛で、甘辛で、そうそう、まあ、相変わらずね、日本の料理は相変わらずね、腕がおつめね、まさしょうの、じゃじゃ甘辛と、あとあれだよね、五島家似てるよね、うん、五島家こんな味だよね、俺が作るやつもこれだ、辛さなくなった、あとあゆのやつ、うん、ちょっと消えた、あの、わさびを入れ、食ったでな、あ、そうか、うん、わさびで負けたってことか、わさびは辛い、辛いチューンと食った、うん、うん、泣きそう
うん。